ははい皆さんこんこにちは村長です今日は前回に引き続いてバンドインナボックスのプラグインモードというのをご紹介したいと思います前回はいわゆる全体的なご紹介というような流れでお話をしました YouTube の再生リストにシリーズとして登録していきますので皆さんそれを順番に見て前の回を見ていない方はそこらも チェックしてみてみください。このように今はスタジオワンという DAW の上に VST3 のプラグインでバンドインナーボックスを入れていますバンドインナーボックス本体がなくてもこれだけででも音楽をアレンジすることができますバンドインナーボックスの基本はこのように画面にコードを入れることから始まりますそしてまずはテンポを決めたりします 今 DAW も90になってましてこのバンドインナーボックスも90になっています例えばこれを120に変えます DAW を変えた場合はこのようにプラグインと DAW が合っていないことをわかるように表示されますですからここでこちらの方も120に変えます はい、いここれでテンポがあったということうになります。そして次に設定することというのはどれだけの小節数を作るかということですまずは多いめに入れておいても大丈夫です一応20としておきますはい、そしてここにコードを入れていくわけですけれどもパソコンキーボードの大文字小文字は全く関係なく入れれます例えば、 こここに G を入れます。はい、このようにして矢印を2回押すと次の小節に移りますそしてもちろんマイナーは g マイナーのように Gm と入れます便利なのはメジャー7などはキーと J を押すだけでいいです例えば d メジャブ7を入れたい時は D と J のキーを押しますこれで、 メジャーセブンが入れれます。あと指す方なんかも DS と打つとこのように表記されます指す方という表記はバンドインナボックスではやっていません指すという名前で登録されますその他かなりたくさんのコードをできますので特にバンドインナボックスはジャズなどに強いですのでコードという面では 他の DAW とかをしのぐほどのコードを扱うことができます。今画面に見せますが、このようなぐらいたくさんのコードが利用できることになります。そしてちょっと消してみます。次に少し便利な機能があります。例えばこの 9小小節節目目、から12小節目この4つをコピーしたいような時もちろんこのようになぞってコピーとペーストもできますまたこんな入れ方もできます K と打ちますそして手前4つを入れたい時は K4 こういうふうに入れると手前の4つを入れることができますまたちょっと一度消します例えば 一行目を入れたいような時は K と押しまして4つ入れたいですので4と押しますそしてカンマで区切りますそして一小節目から入れるので1と入れますこれで一小節目から4つのコードを入れることができますこういう便利な機能もありますので覚えておくと便利ですまたコードをクイ いわゆる8分音符もしくは16分音符食って入ることもできますそういう時はこれは何て呼ぶんでしょうか山形というかバックスペースの隣2つ目にありますこのマークを入れますそしてここで自分のやりたいキーを入れますはい色が緑色になりましてこれで8分の杭になります 16部の杭をやりたいときは山型を2つしましてそして自分が使いたいコードを入れますこのようにして小説を食いながらコード進行することもできますまたブレークなどもできるようになっていますここで e マイナーは弾くけれどもブレークをするときは1、2、3とこのように入れましたら赤いコードで表示されます これは、例えば、じゃんじゃかじゃかじゃかじゃんじゃか、じゃんじゃか、ここで止まってですね、また A マイナーに進んでいくというような、そういうのがあります。そういう詳しいことは、またマニュアル、もしくは僕の方で、Facebook でバンドインナーボックスのグループを作っています。そこは完全公開で、入会する市内は自由で、いつでも覗いてみてください。 概要欄の方にもいつも貼っています。このようなことができるわけです。ちょっとオーソドックスにまずは戻しておきます。まあ、こういう簡単なコード進行があったとします。これで終わるということで、もう一度小節を16小節に戻します。そしてここにエンディングがありますので、2小節分ほどこのように エンンディングコードを入れておきます。最後 C メジャーなんかもいいですねはいこのようにコード進行を入れるわけですそしてここをもう一つセクションしましてここからは B ということにしておきますこれの C とか D とかセクションを増やしていくこともできるんですけれども それはまた次の機会とかどんどん進んでいったところでお話をしますこのようにコードが入力できましたではちょっと戻るようになるんですけれども初期設定を見ておきましょう僕が推奨できるやつですのでここらでもしわからない時は YouTube をストップさせてゆっくり見てください 基本的には僕と同じようにするのがいいです。コードのホントは好みでいいと思います。そしてトラック生成についてです。ここでフラットミックスというのは、まあ簡単に言えばオーディオのノーマライズです。これを押しておくとある一定の音の大きさで各トラックが出来上がります。ドライミックスというのはリバーブなどは省くということです。ここを2つを青くつけておけばいいでしょう。 そして、コーヒー店舗進出機能。これもチェックを入れておく方がいいかもわかりません。そこから下の方は、このように設定しておいてください。ホルダーはもう初めからなっていますが、自分の登録しているバンドインナーボックスのホルダーを選択すればいいです。ここ、先日登録を変えましたので、 これは C にしておきます皆さんも Windows の方はこういうふうに C の BB になっているはずですここは生成ファイルですので僕は K というところにしてありますここは任意でいいと思います次は DAW 設定ですここは自動というのでいいと思いますホストは自動で認識していますそしてここですね この動機にもチェックを入れてておいい。くださいその隣にコードビルダーというのがありますが先ほどキーボードで入力しましたがこのようにコードを入れる時には自分が入れたい小説をクリックしてコードビルダーを立ち上げますこうすると本来は1小説に2つしか入れれないんですがここで4つ入れることもできるようになります 例えば2というのを押せばここにも E を入れたらこのように E が入りますこのように特殊な4つのコードを入れることもできますこれはコードビルダーだけの機能です、まあ、このようなことが分かったら先ほどの杭で入るいわゆるプッシュっていうやつですねそれとか給付ですねそしてショットそしてホールドそしてここには 休止としましたら、全部の楽器を休止するのか、それともベースは除外するのか、ベースとドラムを除外するのか、このような設定ができるようになっています。これらもフォードになってきますので、次の段階でお話をしたいと思います。先ほどもやりましたように、小節の設定というのもできるようになっています。ここで詳しく設定ができます。 例えば3拍子に途中から変えたりとかテンポを急にゆっくりする今120ですけれども90にするとかいうようなそういうこともできるようになっていますこれもまた上級編ということでやりたいと思いますソングに対してのいろんな設定ができますまあここもこのようにいろんなものがあるんですけれども エンディングを生成する、まあこの辺のところぐらいでしょうか。最初は分かっておればいいと思います。じゃあこのようにしまして、コードが入力されたとします。ここからです。選択というボタンを押して、スタイルを選択をします。そうすると、これはバンドインナボックスのスタンドアロンでも同じなんですが、このように何千という曲を選択することができます。 スタイルの選択というのはこのようにいろんな検索もできたりしますけれども R のついているのはリアルトラックと言いましてオーディオのトラックですそしてあとはこのように R と M がついているのはリアルトラックとミディトラックがあるものですそして M となっているのはミディのトラックということになりますでは ディアルオーディオトラックのスタイルを選択したいと思います今決めたテンポは120ですが必ず120ちょうどのスタイルを選ぶ必要はありませんそれぐらいがちょうどいいというだけの話ですここで今は上でポップというのを選んでいますニューオーリンズスイングポップというのを選んでみましょう130ですね楽器は4つの楽器でできています 画面の下の方にはこのように詳細な情報も見ることができます選択をしましたらデモを聞いてみることもできますちょっと聞いてみましょうはいこのようにしてデモを聞くことができますそして決まりましたら OK を押します そして DAW のプラグインモードではスタイルを読み込んだ時にこのボタンが何も表示されていない灰色っぽいボタンになりますこれで上の生成のカスタムのところから全スタイルトラックを選択しますしばらく待ちます上にインジケーターが出ていますのでここで確認することができますそして、 ここが緑のボタンが WAV のボタンでしてそして MIDI のデータがある場合はこちらの方に柿色のボタンがついたりしていますそしてまずはここで視聴してみましょう はい。このように、もう曲が完成しました。ただし、完成しましたと言いましても、DAW でする意味というのは、ここからいろんなことを追加したりとか、やっていきたいために、こうやっているわけです。そしたら、まず一旦は、すべてのトラックをドラッグして、DAW に持っていきましょう。ここの青いボタンをドラッグすると、 DAW に持っていくことができますはい、このようにリードインと言いまして2小節のカウントインができるようになっていますそれはここで設定しているからですもちろんも DAW ででもできますがちょっとここからが応用をやります ここにあるコード進行を DAW に持っていけないかということです。もちろんこのようにしましてコードトラックに重ねることによってコードを検出することができます。ただしかなり複雑なコードになってしまいます。ちょっと一旦消します。そんな折はバンドインナーボックスプラグインの方からシフトキーを押しながら このトラックを持っていけばいいわけです。まずはこのようにちょっとだけマウスをドラッグすると青くなります。その時点でシフトキーを押しながらこのように引っ張っていくとカウントインがついた状態でコードを白玉で持っていくことができます。このカウントインは削っておきましょう。 このコードを持っていくときにいちいち消すのが面倒な方はこういう風にできます。一旦消します。ここでリードインがいらない場合はここのところのリードインを外しておきます。そうしまして持っていくんですが慣れないとこのシフトを押すタイミングが難しい場合があります。シフトを先に押してもダメですしやはりこのように青くしておいて 持っていいくのがいいですそして次にシフトを押しますそしてドラッグをしますこのタイミングが遅すぎたりすると今画面に出てますような丸にスラッシュのマークが出ないとダメですですからこのように青くしおいてずらすようにしながらマウスを選択するといいですこことっても重要ですのでよく 練習してみてください。シフトを押して、マウスをドラッグするようにして選択します。するとこういう風になって、リードインなしでできます。はい。このようにずれた場合は、ちゃんとここで合わせてください。そして、これを上のコードトラックに上げます。はい。そうしましたら、ほぼ同じようなコード進行が こここにに表示されることになります。ただし僕なんかは UJAM を使ってアレンジを追加していくことが多いですそういう時にはちょっと見てみてくださいこのコードは5つのボイシングでできていることが多いですですからちょっと使い勝手が悪いので僕はこのようにして一旦削除します そして、まあ、コードトラックのある DAW、Studio や c u b ベー a s e ック、そこらのところでは、こういうコードトラックが多分あると思いますので、これを下に下げて、このように単純なボイシングにする方が使いやすい場合があります。これは好き好きですので、皆さん自分の使う音源などの 音域などと調整しながらやってみてください。プラグインの説明に戻ります。プラグインはミュートやソロがここでできます。そしてこの横にスピーカーマークがありますが、これを押すとこのようにボリュームが調整できるようになります。ただしこのボリュームというのは このプラグインの中だけでの話です。ドラッグするファイルとかには影響がありません。右のファイルを使うときは音源を入れる必要があります。例えば一番上のエレキベース。これを使う場合はこのように引っ張ってきまして、そして音源を入れます。 例えばイージーベースを入れるとしますはい音域も大丈夫だと思うので一旦ちょっとソロで聴いてみますはいそれでは今日のおさらいをしておきます コードが入ったところからスタートします。選択からスタイルを選択します。すると、このようなスタイルピッカーというのが出てきます。そこで、好きな音楽を選択します。ソロメロディーブルーグラスというのを選択します。そして、聞いてみます。そして、OK を押します。 OK ができましたらここは白いボタンですのでここで生成をします全スタイルトラックを選びますこのダイアログが出たら閉じますそしてここに w a ができていますのでこの青いボタンを押してトラックに ドドラッグドロッグロプします。はいこのようにできましたそしてコードも DAW に持っていくことができますそして今はリードインが入ってしまいましたのでこのリードインを消しておきます コードはいそして使いやすくするために一旦はこれを削除してそして DAW のコード生成機能を使ってこれで単純なコード進行を作ります。 こんな感じですね。これで Ujam のファイルなどを使うという手もあります。一旦これで聞いてみましょう。 こんな感じです。バンドインナーボックスのプラグインモードを上手に使いたいと思います。長い時間ご視聴ありがとうございました。村長でした。